やったことないですね。ないです。だって この間まで何にもやったことないです。どうしましょうかね。でも、まあ、おまかせ。治ればいい。治ればいい。頭の視力やってみますか。やったことないことが一番いいでしょうね。そう手は自分でできるので、ね、大変なことで腰掛けてみてください。それで、左に向くのが辛い、はい、で左の横倒しが辛い、はい、じゃ首をぐるっと回してみてください。で反対回しもやってみてください。でどの位置で痛いです。どこで痛みがあります。ぐるっともう一回回してみてよ。痛いなと思うところで止めてください。ここから、はい、ここまで右 あの左の半分ですね、はいはい、ちょっとやってみましょうかね。で覚えておいてくださいね、今の痛みですね。で、下向いてください。で耳と耳をこう合わせた線上で鼻から上がったところでちょうどこのね、あの髪の毛が分かれているようなところで、で、ちょん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 と、いいんですか、そこで。大丈夫でした。はい、でギューッとやって、こうやって、だいたい、15回から20回ぐらい出血させます。あの昔は1個やってたんですけど、まあ、2個に増え3個に増え、5個に増え10箇所ぐらい、刺すと結構効果が15までいきましたね。はい、それで綺麗に拭きまして、はい、ぐるっと回してみてください。ぐるっと回してみてください。こんな感じですね。あれあれですか。横倒しはどうですか。あれおかしい。おかしくはない、これ治療してるんです、とりあえずですね。今どこが辛いですか。今度はどこが別のところが辛いです。首の後ろがほんのちょっと残ってるだけで、うん、後ろ、はいはい、後ろの右ですか左ですか。左、はい、いいですよ。じゃあ後ろの左ですから、今100やりましたけど、まあ、後ろちょっと左ですから膀胱系と考えて、まあ、2、3センチぐらいこの横、ここをちょっとやってみましょうね。単形だったらもっと側頭部横の方になりますけど、ここをまたこうやって10回ぐらいついて、で、またこうやって出してみましょう。この頭の白くで肩こりもいいですし腰痛もいいですよね。で、まあ、100は体の真ん中正中線上を治療する、膀胱系とか腎系、重視、まあ、この頭の横ちょっと 2センチぐらいのところですかねがいいのかなと。はい、くるっと回して。いや本当になんでどんな感じですか。いやなんていやもちろんなんかもちろんなんかまだ残ってませんか。どっかここでねやめないとこが僕のいいところなんです。誰だったかな、岩永先生、そうそう岩永先生がね僕のことしつこいって言うんですけど、違う、探求心肩ですね。今どこです。右左左の肩の、うん、ちょっと違うところになります。45度ぐらい、45度ぐらいこの辺になったって、これは短腱になったんですよね。膀胱系の痛みが取れたから短腱が分かるようになったんですよ。これをこれで、ああ良くなったわ、よかったよかったって治療代くださいって言うとこれで終わりなんですけど、短腱をやってみましょう。で短腱はちょうどこの頭の角っこのところですね、この辺ですから、さっきやったところよりももっと、外側のところを、まあ、短腱上を白くしてみようと。で清潔白くっていうのは指先の末端を白くしますよね。で末端がよく効くんじゃないかっていう僕も思いがあるんですけど、この頭の今ここ末端ですよね。頭の一番先端っていうのはこれ末端ですよね、体の。だからこういうところもよく効くんじゃないかと、もうすごく単純な、発想なんですけど、こういうところが鼻の頭とかですね、出っ張ってる耳とかですね、特に頭っていうのはいろんなものを効きますので、はい、またくるっと回してください。本当に痛くない。痛くないですか。痛くないです、ね、痛くない、ね、逆にあれ
逆に右の方が残る。ほら、分かりました。左が良くなったからやっと右のね、コリっていうのが分かるようになったんですよ。患者さんっていうのは良くなってみないと分からない。で、今度は今右の真後ろぐらいですか、それとも肩のこっち側です、どの辺です。患者さんに尋ねる、患者さんしか分からないんですから、この症状は。やっぱりですね、うんうん、やっぱりですね、あの、うん、首の後ろの後ろ側、はい、はいはいはい、ちょっと右、はい、ちょっと右っていうことは膀胱形状ですよね。後ろのちょっと右やってみましょうね。簡単でしょ、やってること。難しいこと何もやってないですよね。いかに患者さんにお尋ねするかって、ただそれだけですから、聞いた通りにやってるだけですから。でこんなに、安全で効き目が高くて患者さんに喜んでいただける治療法っていうのは、まあそうそうなかなかない。しかも誰がやっても同じ答えが出る、あなたがやっても同じ答えが出る、はい、難しいこと何にもない。で数えるのはこの人がやってくれるはい、ぐるっと回してください。あ、いや右の方はどうなりました。これがあーじゃ分からない、あーで分かるのは旦那さんだけなんです今いいのかなとか悪いのかな、あーですね。どうなりました。やっぱり少し右残ってますね。はいはいはい、で、もう一回今度は膀胱形じゃなくて、もうちょっと単形状の肩甲骨の延長状になりました。またいいんですよ。またそれはそれなりにやればいいわけですからね。この変化するっていうところがいいところなんですよね。変化する、変化したっていうのは前の症状が良くなったから変化してるわけですよね。で同じところが痛いって言われるとちょっとさっきのが効いてないわけですよね。でまたあの、いや先生また左がいけないということになると、まあぐるっと一回転したわけですから、左がと気になっていてもやはりさっきよりも、ちっちゃくなってるわけですよね。はい、どうぞ。さっきの足ですから、あやっぱり全然違います。いや違うかどうかじゃなくて、どこが辛いかを尋ねたいんです。僕はあの肩甲骨の上あたり の、はい、あの痛みが取れてます。いや痛いところを聞いてるんです。治ってるとこ僕どっちでもいいんですよどこが辛いか、辛いか、はい、だんだん分かりました。分からないっていうのはですね、もう良くなってるんですよ。あ、はい、分からないくらいになったっていうのはもうどうでもいい、このくらいはどうでもいいんだになってるわけですよ。あのですね、うんうん、首を後ろに倒した時に痛いと思うんです。首を後ろにやった時辛い。でこれはですね、後ろにやるっていうのはおそらく首の前側が辛いんじゃないかと。それはあの足 の、 あの F6 とかですね、その首の前側の筋肉を、ちょっと使ってみるといいと思うんですけど、上を向いたら辛いですよね。上を向いたら辛いです、はい、ちょっと今度は、上を向いたら辛い、下を向いたら肩が張る、はいはいはい、で、上を向いたら右左どっちが辛いですか、はい、上を向いてくる、こうですか、うん、どっちが辛いですか。強いて本当微妙なんですけど、強いて、あ、左ですね。そしたらですね、鎖骨の一つ上を押さえていく、これ痛い、これ大丈夫です、これ。一番最初の押したとこが痛い、一番最初のとこが痛かった、そういうことですよね。で鎖骨のすぐ上からもう2センチぐらい上がったとこをこう押さえます。これは大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですね。長谷川先生、ハペパッチください。でこうやって押さえますね。で上向いて辛いんですから、前側の筋肉が引き伸ばされてるわけですから、でこの一番最初のこの辺、これどれが辛いです。そこです、これです、はい、これが辛いわけですよね。これが辛いというのが分かったわけですから、よいしょ、これ、あ、はい、そうです。次のこれは、いや、大丈夫ですね、はい、ということは、よいしょよいしょよいしょ、この筋肉というかこの皮膚というかここにトラブルを起こしているところがあるわけですよね。で一回下向いてください。でもう一回上向いてください。やっぱ上向いたら辛いです。あまり辛くないですね。あまり辛くない。で今度反対側も見てみましょう。これは、あ、これは
やっぱり最初にお医者とかね。これは大丈夫。この一番最初のこの辺が辛いんですかね。あ、一番最初に押したところが。これは大丈夫ですか。これが辛い。ちょっと。ちょっと。はい、こっちは。こっちほど。いえ。これは。あ、そこ痛い。ここの辺が辛い。その辺、そのあたりですね。すみません。すみません。はい。これ行ってみましょうね。よいしょ。はい、しか下向いてください。で、また上見上げてください。あれ。どんな感じ？これでも動画出せませんね。頭ばっかりやって、そうですね、顔映ってしまってますよね。そうですね。動画出したいなと思って撮ってたんですけど、顔が映ってるからこれ使えません。後で出してよかったら言ってください。考えといてください。あのですね。ん？どこ今度あるんですか？今のパイオネックスでもいい。これ大丈夫ですよね。パイオネックスでもいいし。上に上げた時の痛みはもう気にならないんですけど、うん、下に下げた時の痛みが、はい、まだありますね、はい、ということは100円に戻ったわけですよね。100円って言いますかね。で今度は100円のちょっと前、一番頭頂部の一番てっぺんをやってみますので、面白いことやってるでしょうね。え、自分で見てね。今落として100円のちょっと前に選んだんですか。これね、5の目っていうやり方があるんですよ。サイコロの5の目を作るんですよね。で100円が真っ赤かなあの真ん中とするしますよね。このそしたら前後左右、100円が効いたなって言ったらその前後左右やると意外といいんですよ。はい、また動かしてみてください。あ今度どんな？これ切りがないみたい。もういいかなと思ったらそれで終わり。患者さんがいいかなと思ったら。で1回で取ろうとせずに、また明日来てくださいとかね、明後日来てくださいとか言ったら、まあいいんじゃないですか。そうそう、旦那さんやってもらったら。だって今より分かりました。夫婦喧嘩した時はこれやろうと言いながらやれば、まあ、簡単にいきますから。でも頭の視力がそんな痛くないでしょ。痛くなかったですよ、ね、自分で刺したより足とか刺してみたより足よりも頭の方が痛くないか、そういうことなんです。ご主人全然心配いらないです。ご本人が大丈夫って言ってますからね。でもこれは結構痛いって言われるんだけど、あれが押し方が違うのかしら。いや、なんか素早くやらないといけない。話す素早くポン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 、うむを言わせる。先生優しいんですよ。血が出づらかったっておっしゃってたじゃないですか、自分でやって。それはどれが引いて出なかったって意味じゃなくて、どの意味も出ないですね。で深呼吸してみてください。空気はどこに入ります。胸ですか、溝落ちですか、おへそに入りますか。はい、その辺から上に入ってるね。はい、もう一回大きく吸ってください。これちょっとやってみましょうかね。いいです。で止めといてくださいね。あ、止めといて、深呼吸しないでくださいね。止めちゃうまずいですけど、こんな感じですよね。よく出てる。こういう、これ指をこう曲げるんですよ。で指の腹を押さえるんです。今指の腹を押さえてるでしょ。でこの表面はこうブドウの皮を剥くようにこうプリッと剥くように。あれ、こんなにですね。まあね、自分で自分の指やるのは非常に大変ですから、ご主人ちょっと見ててくださいね。こうやって出ますので、これを逆にこう詰めるとね、出ないですね。だ指は関節は開く、傷口も開く、指の腹を押さえる、これ連動させるとこうやって簡単に出ますので、手はだいたい出やすいですよ。足はね、冷えてると出にくいですけど、こうやってね。でこの流れるぐらいの量がないと、こう心臓まで、これ心臓の治療してるんですけど、いかないわけですね。これが例えばですね、このくらい、これだと全然効かないです。でこうやってビューッとこう流れる。何回ぐらい？今手刺して痛かったですか？大丈夫です？自分がやったより全然痛くないです。そうですか。やっぱね、僕の責任でできますからね。自分でやって、やっぱ自分でなんか痛いなと思いながら、ためらい傷じゃないけどこう考えながらやりますからね。
はい、深呼吸してみてください。さっき吸った感じと今吸った感じの違いがありますか？下の方からどんな感じです？どんな感じに入ります？こうおへそから、うん、ここまでこう入ってきてるっていう。さっきはここのところだったのがこうなったんですね。今心臓の治療したんです。だから一生懸命空気吸ってるつもりだったんだけど、あの深呼吸浅かったわけです。楽にしたからこう入ってくる。呼吸を塞ぐのが楽に、はい、そういうことですね。やってみてください。こんだけ効果がありますから、血も出ますので大丈夫です。心配しない。もっと体調良くなる。やってみます。